オス自由診断のヘイボーンです。2022年動画を見てくださった方、チャンネル登録をしてくださった方、動画に出てくださった方、コメントをくださった方、何かしらの形で拡散をしてくださった方、まとめての挨拶になって申し訳ございませんが挨拶させていただきます。本当にありがとうございました。皆さんにご報告があります。突然な話になるんですけど、本日1月15日をもちまして、1年間活動してきた自由軍団は上げさせていただきます。すいません。オーディション開きます。この目薬ながら上げます。どうしてこのタイミングで仲間を募集するかと言いますと、一人では無理だと感じたからです。最初の頃から感じてました。って感じてました。撮影しながら、編集しながら、思うことの連続で、優秀な人だったら一人でもぶち上がれると思うんですけど、なんせ平凡な人間なんで、何年経っても多分無理やろうなって感じました。本当に自己満なんですけど、登録者数1000人っていうのに、どうしてもこだわってたちょっととこがあって、で、1000人まではちょっと無理やりやったんですけど、もうさすがに限界だと思って、募集させていただくことにしました。そして多分皆さん、ってなってると思うんですけど、オーディション、今流行りのオーディションを今回させていただくんですけど、なんでオーディションやねんって思ったと思うんですよ。こんな土底編 YouTuber がオーディションどの立場やねんって思ってると思うんですけど、僕もそれはさすがに分かってます。人を見る目といいますか、人を短期間で見抜く力には僕には当然ありませんし、こうふんぞり返りたいわけでもないんですよ、別に。ただちょっとこのチャンネルがその人を勧誘するまでに、するまでの大きさにちょっと慣れなかったっていうのが現状で、こう助けてもらうっていう形のオーディションを、取らせていただきます。ただ今回、採用といいますか、仲間に入れるのは一人です。どんなに多く来ても一人です。ベッカムとかキムタクとか来てくれても、ほんま選ぶのはもうベッカムだけです。そこは僕もこうやらせないんで、シビアに行きたいと思ってます。こんな平凡なやつに落とされるっていう屈辱を味わわせてしまうこともあると思うんですけど、真剣に選びたいと思います。この動画上げてるのが1月15日12時で、オーディションをするのは1月22日の12時、ちょうど1週間後になります。場所は新潟、拠点のある新潟駅の、付近でやろうと思ってます。人が集まれば、会場も借りようと思ってます。今回のオーディションには応募条件を一応設けようと思ってまして、1つ目、年齢は18歳以上にします。年齢に関してなんですけど、正直に言いますと若い人にしかない力があると思うんで、若い人の方が入ってほしいなと思うんですけど、でもそれを超えるような、熱意とか魅力を感じたら、全然その70歳とか80歳の人でも僕は入ってほしいと思います。2つ目が、YouTube を始める前に僕と出会ってなかった人、これも本当に自己満になるんですけど、どれだけ1年間で自分がやれたっていうのを、ちょっと試したい気持ちもあって、今回の、条件にします。で3つ目、これでだいぶ絞られると思うんですけど、新潟県民もしくは、自由軍団チャンネルに出てくださった人、この声とかモザイクとかでもいいんで出てくださった人で、3つ目が、僕にちょっとチャンネル登録したでとかいう声をかけてくれた人、別にしてなくてもいいんですけど、こうその言葉に救われてたのが結構あったんで、3つ目それで、この3つどれかに当てはまるっていうことが、条件にします。4つ目は、
オーディション来ることを周りに納得をさせてくれてください。こんな、土底編 YouTuber の、オーディションなんで、それは賛成は絶対無理だと思うんですけど、どんな、ろくでなしだったとしても、こう一人では絶対生きてきてないですし、こう周り今も支えられてるんで、その納得だけはという感じです。次に自由軍団の今後の予定を簡単に、説明しておきます。この動画が上がるのが1月15日、オーディションが1月22日、でその1週間後ぐらいから自分は、長野県に、バイトを1ヶ月しに行きます。でその間に雪とか、新潟の南部を撮影していきたいなと思ってます。でそれ終わって3月は東北、こう新潟から回りやすいんで、新潟拠点のうちに東北を一周バーッと回ろうかなと思ってます。で、その後に4月新しい都道府県に飛び立ちます。その新しい都道府県なんですけど、またランダムで決めようと思ってます。47分の1ではなくて6分の1で選びたい。すいません、6個自分たちで選んで、その中からパズル、またパズル使ってランダムで決めます。で6つの選び方なんですけど、自分と新しいメンバーで、3つずつこうお互いに候補を出して、その中から選びます。オーディションで誰も仲間に入れなかった場合は、僕が、6つ選んで、その6つの中から行きたいと思います。最初の数ヶ月は無料で済ませてもらえるバイトがあるんですよ。そこを最初はやろうと思ってます。で、ある程度お金も貯まって、住む場所も決まったら、そこに引っ越しして活動していこうと思ってます。でその選んだ都道府県には最低でも半年は住みます。よかったら1年は住むつもりです。そこはまあ話し合いで決めようと思ってます。4月に新しい都道府県飛び立つんで、そこには、入ってもらう形になります。自由軍団に、専門で入れる人を募集します。逆に2月、3月、2月の長野、3月の東北一周は、入らなくても大丈夫です。任せます。ただ4月には入っていただきたいと思います。パズルも出発の2週間前にやろうと思ってます。ギリギリまでちょっと楽しみを置いていきたいんで、そういう形でやろうと思います。あとお金なんかで揉めたくはないんで、お金は自分管理でやります。撮影で使うお金も半分で、お金入ってくるお金も半分でやっていきます。お金の管理、プライベートの管理は自分で、する。収益なんですけど、登録者数は1000人いってるんですけど、再生時間4000時間がまだ半分はいってるんですけど、まだ全然いってないんで、まだ収益はない状態です。なんで、自分もバイトも今までめっちゃやってましたし、これからもめっちゃやりますけど、全然人にお金を出せるようなお金は本当にないんで、申し訳ないですけど、お金は自分管理でやってもらいます。この動画見てもやっぱりオーディションは人は全然集まらないと思いますし、全然ゼロ人もありえると思います。で、まあ、一番多い理由としては、こんな収益も入ってないので、底辺 YouTuber のチャンネル誰が入るかっていうのが、まあ、当然一番多いと思います。二つ目に多い理由が、もう今の仕事や学校の立場があるんで、とりあえず最低1年は全力で専念してもらうということを、まあ、できない。ただその一つ目二つ目の理由に、奇跡的に当てはまらない場合は来てほしいです。YouTube 人前出るのが苦手、僕も苦手でした。人前で喋るのが苦手、僕もそうでした。今でもちょっと緊張とかはしますけど、始めたら全然そんなんは関係なくなりました。パソコン苦手で編集とかしたことない、僕もそうでした。僕も今でも、編集以外のパソコンできませんし、編集も基礎しかできないです。僕が全部教えます。だからそんな関係ないです。僕は目的とか夢のために YouTube を始めました。歌手になりたいとか、料理人になりたいとか、周りから見たら馬鹿にされるようなちっぽけな夢でも持ってる人いたらいいなと思うんですけど、別に夢なくてもこう夢を探すっていう気持ちがあるんやったら、ぜひ来てください。僕もなかったです。25歳まで、
なくて、まあ、自分の父親とか見て、こんな家庭を持つんが持つことができたらいいな、もうそれ以上の夢は持ってないかったんですよ。で25歳になってふとした時に、目的なんですけど、見つかって今こういうことをします。何が起こるかわからないと思うんで、夢を探してる人も大歓迎です。ただ YouTuber は本当にしんどいっす。遊び感覚できたら多分痛い目に遭うんで、やめといた方がいいと思いますけど、小さい思いでもいいんで、熱い思いがある人はぜひ来てほしいです。仲間に関してはこの人いいなと思う人もいましたけど、全く一人も誰にも、仲間入ってということは言ってないです。もう全員今フラットな状態です。質問とかあればインスタ、メッセージガンガンください。これはみんなに伝えた方がいいなと思ったら、オーディションまでの動画で最後とか最初に、つけたいと思います。そういう形を取らせていただきます。で、応募期間は1月15日12時から、前日オーディション前日の1月21日の12時までにします。オーディションは撮影したいと思います。1月22日の12時から5時、最大でも5時までで、一番のメインは話すこと。他にも考えてるんですけど、それをするかはちょっとわからないです。人の多さとかにもよりますし、今は考え中です。ただこういきなりこうスパーリングさせたりとか無茶振りとかはしないんで、オーディションちょっと勇気を持って、来てくれた人に対して、まあ、恥ずかしい思いさせるようなことはしませんので、思い切って、来てほしいなと思います。僕も真剣に、一人で審査します。人生の仲間となる、人を真剣に選びたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。動画のコンセプトも僕が特化した、特技とかないんで、コンセプトないままやりました。ただ2人目入ってくる方が特技やったあるんやったら、それに、特化したチャンネルになる可能性もありますし、そこは僕が選んで話し合いをして決めようと思ってます。ただ自由軍団仲間探すチャンネルなんで、とりあえずこの1年内に残り回れてない都道府県全部回りたいと思ってます。東日本の方は、3月までにコンプリートするつもりなんで、4月からは、西の方を回りたいと思います。あと何かあるかな。で、一応オーディションを開くんで、もし人がたくさん集まった場合はカメラマンとインタビューする人と、あと最後編集温かい状態で、できるだけ早くこうほかほかの状態で提供したいんで、編集できない人でもいいんで、ちょっと文字打つの手伝ってほしいなと思います。参加する方以外にも、そう手伝ってくださるって方の、メッセージ待ってます。よろしくお願いします。新潟県はもういいとこですし、人もいいんで、最初の拠点というよりは一つ目の拠点として、まだ新潟駅にも何回も帰ってきたいと思ってます。もう一つの拠点の方で、ぶち上がってからまた新潟駅で術つなぎをしたいと思ってます。イケメン枠とぶっ飛んでる人が順調に進んでたんですけど、やっぱりこんな底辺 YouTuber に出るメリットもないんで、その状態で術をつなぐっていう企画自体がちょっと僕の考えの甘さで、やってしまってたんで、中止にはしないで延期にします。オーディションの説明は以上です。で、2022年お世話になった視聴者の方に、僕は、夢というか目的のために始めたのが YouTube でした。ただ YouTube をすることによって、今まで疎遠になってた人から応援のメッセージが来たり、元気もらえてるでとか言って自分も元気もらえたり、ちょっと不思議な感じにも慣れて、本当に YouTube はしてよかったなと思ってます。もちろん失ったものもあったんで、うまくいかない時とかは、下向いてしまいそうな時もあったんですけど、本当にやってよかったなと思ってますし、今まで通りダサいことや、心配させるようなこともしてしまうかもしれないんですけど、温かい目で見ていただけたらなと思います。今年こそ絶対忘れます。
今年1年も、ご視聴の方よろしくお願いいたします。ということで、この動画を終わります。この動画を見て何か感じた人はチャンネル登録、何か思った人はコメント、何も思わなくても拡散お願いします。拡散特にお願いします。自分には響かなくても周りに響きそうな人とかいたら、その人にぜひ声かけてほしいです。その判断するのはその人なんですけど、その人にこのオーディションするっていうのが、一人でも届くことを願ってます。ぜひご協力の方お願いします。もう僕インスタの概要欄に貼ってますんで、そのインスタに、メッセージください。待ってます。最後に6つ選んだ中の都道府県からもうランダムで選ぶと言ったんですけど、その最初の都道府県ちょっと僕が先行で発表します。僕が最初に選ぶ都道府県はここです。鹿児島。